菊池寛作、藤十郎の恋。元禄という年号がいつの間にか十余りを重ねたある年の二月の末である。都では春の匂いがすべてのものを包んでいた。 ついこの間までは、頂上のところだけはまだらに消え残っていた永山の雪が、春の柔らかい光の下に溶けてしまって、後には薄紫を帯びた黄色の山肌がくっきりと大空に浮かんでいる。その空の色までが、冬の間に腐ったような灰色を洗い流して、日一日、 緑にさえていった。鴨の河原にはマルハヤナギが恵んでいた。その小石の間には自然咲きのスミレやレンゲが各自の小さい春を漁していた。川水は日増しに水量を加えて。 軽い藍色の水がところどころの河瀬にせかれて早々の響きを上げた黒木を売るおはら目の伸びやかな声までが春らしい心をそそった江戸へ下る西国大名の行列が毎日のように都の町々を過ぎた彼らは 三条の旅宿に二三日の逗留をして都の春を十分に楽しむとまた大鳥毛の槍を物々しげに振り立てて三条大橋の橋板を踏みとどろかしながら遥かな東寺へと下るのであった東国から九州四国からまた コシの端からも本山周りの全男全女の群れがゾロゾロと都をさして続いた。そして彼らも春の都の渦巻きの中に幾日かを過ごすのであった。そのうちに花が咲いたという消息が都の人々の心を騒がし始めた。擬音 清水、東山一帯の花がまず開く。佐賀や北山の花がこれに続く。こうして都の春はいよいよ乱熟の色をなすのであった。が、その年の都の人たちの心を一番激しく狂わせていたのは、 四条中島都万太夫座の坂田藤十郎と山下犯罪門座の中村七三郎との去年から持ち越しの競争であった。三月の草芸頭とまで称えられた坂田藤十郎は形成会の上手として八つの名人としては天下無敵の名を欲しいままにしていた。 が去年下月犯罪門の顔見せ狂言に東から登った省庁中村七三郎は江戸歌舞伎の棟梁として東十郎と同じく八師の名人であった。二人は同じ八師の名人として江戸と京都の歌舞伎のためにも激しく相争わねばならぬ祝宴を 持っっているのであった「今日の歌舞伎の役者たちは中村七三郎の都登りを聞いて皆異常な緊張を示した」が。がその人たちの期待や恐怖を裏切って七三郎の顔見せ狂言は意外な不評であった。見物は口々に。 江戸の名神社というほどに何ぞ珍しい芸でもするのかと思うていたに、都の藤十郎には及びつかぬ腕じゃ、と罵った。七三郎をそしる者はただ素人の見物だけではなかった。彼の舞台を見た役者たちまでも、江戸の省庁は評判倒れのご神社。 もっとも江戸と京都では評判の目安も違合うほどに江戸の名人は京の上手にも及ばぬものじゃし詮、ものまね狂言は都のものと極まった」と勝ち誇るように言いふれたな、七三郎をそしる噂が藤十郎の耳に入ると 彼は眉をひそめながら。われらの見るところはまた別じゃ。しょちうどのはまことにしげのひとじゃ。われらにはおそろしいたいてきじゃ。とただひとりせひょうをしりぞけたのであった。はたして。 東十郎の評価は狂っていなかった。顔見せ狂言にひどい不評を招いた中村七三郎は、年が改まると初春の狂言に、京成浅間ヶ岳を出して、友之丞の役に奮した。七三郎の友之丞の評判はすさまじいばかりであった。東十郎は、 得意の夕霧伊左衛門を出してこれに対抗した。二人の盟友が舞台の上の競争は都の人々の心を沸き立たせるに十分であった。が新しき者を追うのは人心の常である。口さがなき京わらべは藤十郎殿の伊左衛門はいかにも見事じゃ。が 我らは幾度見たか数えられぬほどじゃ。去年の弥生狂言も確か伊左衛門じゃ。もう伊左衛門には堪能いたしておるわ。それに比べれば七三郎殿の友之丞は都にて初めての狂言じゃ。 今日の濡れごとしとはまた違うて、優しいうちにも、あずま男のきついところがあるのが、てんとたまらぬところじゃ。と、口々に言いはやした。動きやすい都の人心は、十年散々し続けた藤十郎の王座から、ともすれば離れ始めそうな気配を示した。 マンダユーザの木戸よりも犯罪門座の木戸の方へとよりたくさんの群衆が流れ始めていた。春狂言の期日が尽きると、萬田ユーザはすぐ千秋楽になったにもかかわらず、犯罪門座はなお打ち続けた。2月に入っても客足は少しも落ちなかった。 2月が終わりになっていよいよ弥生狂言の季節が近づいてきたのにもかかわらず七三郎はなお友の城の役に扮して宮公路の人気をいっぱいに背負うていた「犯罪衛門座では弥生狂言も京成朝間がだけを打ち通すそうじゃがかような例は 玉村千之丞河内通いの狂言に百五十日打ち続けて以来耐えて聞かぬことじゃ七三郎殿の人気は前代未聞じゃ」とちまの噂はただこの沙汰ばかりのようであったこうした噂がかまびすしくなるにつれ 密かに腕をこまねいて考え始めたのは坂田藤十郎であった。三月草芸頭という美少を長い間享受してきた藤十郎は自分の芸については何らの不安もないとと,ともに十分な自信を持っていた。すぐる羊年に 西優市川炭十郎が日本随市川のかまびすしい名声を祈って、あずからはるばると都の早雲長吉座に登ってきたときも、藤十郎の自信はびくともしなかった。お江戸炭十郎、みしゃいな。 江戸の人々が誇るこの珍客を見るために、都の人々が雪崩をなして長期世座に押し寄せていったときも、藤十郎は少しも騒がなかった。ことに、彼が初めて團十郎の舞台を見たときに、彼は心の内でひそかに江戸の歌舞伎を軽蔑した。彼は、 團十郎が一を編み出したという荒琴を見て、なんというそやな興ざめた芸だろうと思って、彼の腹心の弟子の山下京右衛門が、太夫様、團、ま、十郎の芸をいかがおぼしめさる江戸自慢の荒琴やらをどうおぼしめさると聞いたとき。 彼はつつましやかな苦笑を漏らしながら、実ごとの奥義の下世ぬ人たちのすることじゃ。また、実ごとの面白さの下世ぬ人たちの見る芝居じゃ。と、一言のもとにけなし去った。が、今度の七三郎に対しては、西牛をあしろうたようにはいかなかった。 と言って、藤十郎は無下に七三郎を恐れているのではない。もとより團十郎の幼稚な誓魂にも似た荒事とは違うて、人間の真実な仕打ちをさながらに移している七三郎の芸を十分に尊敬もすれば恐れもした。が、藤十郎は芸能という点からだけでは、 自分が七三郎にみじんも劣らないばかりでなくむしろにぎわまさりであることを十分に信じた。したがって今までたりみしていた藤十郎の心に不安な空虚と不快な動揺とを植え付けたのは七三郎との対抗などということよりももっと深いもっと本質的なあるものであった。 彼は二十歳の年から四十幾つという今まで何の不安もなしに濡れごとしに扮してきた。そして藤十郎の形成会といえば流骨者に頼る里のわらべにさえも聞こえている。また、 今日の三座見物たちも、藤十郎の形成会の狂言といえば、いつもながら惜しげもない喝采を送っていた。彼が、伊左衛門の神子姿になりさえすれば、見物はたわいもなく喝采した。少しでも客足が薄くなると、彼は決まって伊左衛門に噴した。しかも、 彼の伊沢衛門役はトランプの切り札か何かのように多くの見物と喝采等を東十郎に保証するのであった。が、彼は心の内でいつとなしに自分の芸に対する不安を感じていた。 いつも同じような役に扮して、したたるい形勢を相手のセリフを言うことが、彼の心の内にぼんやりとした不快を起こすことが度重なるようになっていた。が、彼は、 まだいいだろう、まだいいだろう、と思いながら、一日のわしのように、自分の死なれた、喝采を売るに決まった狂言から、抜け出そうという気を起こさなかったのである。こうした藤十郎の心に、恐ろしい警鐘はとうとう伝えられたのだ。またいつもながらいざいもんか。 藤十郎殿の神子姿はもう幾度見たか。数えきれぬほどじゃ。という巷またの評判は藤十郎にとっては致命的な言葉であった。彼が恐れたのは七三郎という敵ではなかった。彼の大敵は彼自身の芸が行き詰まっていることである。 今までは比較されるもののないために彼の芸が行き詰まっていることが無知な見物には分からなかったのである。彼は七三郎の友之丞を見た時に形成会の世界とはまるきり違った新しい世界が舞台の上に浮き出されていることを感じないわけにはいかなかった。 ただ浮ついた根も葉もないような形成界の狂言とは違うて一歩深く人の心の内に踏み入った世界が舞台の上に展開されてくるのを認めないわけにはいかなかった。見物は形成界の狂言から他愛もなく七三郎の舞台へ引きつけられていった。が、 藤十郎は、現物のたわいもない盲導のうちに、深いもっともな理由があるのを、感謝しないわけにはいかなかったのである。小手先の芸の問題ではなかった。彼は、もっと深い大切なところで、弱敗の七三郎に一橋取り残されようとしたのである。 七三郎の友之丞が落中落外の人気をそそって、弥生狂言をも同じ出し物で打ち続けるという噂を聞きながら、藤十郎は激しい焦燥と不安の胸を抑えて、じっと思案の手をこまぬいたのである。その時に、ふと彼の心に浮かんだのは、 何輪に住んでいる近松門左衛門のことであったそれは二月のある酔いであった四十中東の京の橋鴨川の流れ近くせなりの音が手に取って聞こえるような茶屋宗姓の大広間で 勇座の弥生狂言の顔つなぎの縁が開かれていた広間の中央床柱を背にして銀色の光を真向かいに浴びながらどんすの鏡布団の上にゆったりと座り心持ち強速に身をもたせているのは坂田藤十郎であった茶せんに言った色白の表は 四十を越した男とは思われぬほどの美しさに輝いて見えた。下にはネズミちりめんの引っ返し置き、上には黒羽豚への二つ面消し人形の加賀門の羽織を打ちかけ、宗電カラ茶の畳帯を締めていた。藤十郎の右に座っているのは、 一座の若尾山の桐並千住であった。白こそでの上に紫ちりめんの二つ重ねを着、トラフビロードの羽織に紫の野郎をいただいた風情はさながら女のごとくなまめかしい。この二人を囲んで一座の道化方、華奢方、 若主方などの人々がそれぞれ過敏な風俗の限りを尽くして居並んでいたその中にただ一人血筋の羽織を着た質素な風俗をした二十五六の男は萬田雄座の若太夫であった彼は戦国から首席の間をあっちこっちと回って 主演の経を取り持っていたが、ようやく明定したらしい顔に満面の美笑をたたえながら、藤十郎の前に改めてかしこまると、恐る恐る杯を前に出した。さあ、もう一つお受けくだされませ。今度の弥生狂言は、近松様の趣向で歌舞伎始まった ての珍しい狂言じゃと都の中はただこのうわさばかりじゃげにござります。形成会の所さは日本無双といわれたおみさまじゃが道ならぬ恋の生き方はまた格別のご思案がござりましょうな。<laughs> <laughs> と 巧みな追悼笑,笑いに語尾を濁した」。と、藤十郎と居並んでいる霧波千住は、急に美しい微笑を漏らしながら、「本に若田夫殿の言う通りじゃ。藤十郎様には、その辺のご思案が、もうちゃんとついているはずじゃ。 我などはただ藤十郎様に操られて、くぐつのように動けばよいのじゃ。と相槌を打った。藤十郎は若土俑の刺した杯を受け取りはしたものの、彼の言葉にも千寿の言葉にも一言も返しをしなかった。彼は、 酒の味が急に苦くなったように心持ち顔をしかめながらぐっと一気にその杯を飲み干したばかりであった。彼は今宵の主演が始まって以来何気ない風に杯を重ねてはいたものの心の内にはかなり激しい芸術的な苦問が渦巻いているのであった。 彼が近松門田に急備客を飛ばして割なく頼んだことは即座に叶えられたのであった。今までの形成会とは裏と表のように打ち変わった狂言として、門左衛門が藤十郎に書き与えた狂言は、浮ついた陽気なたわいもない形成会の濡れ事とは違うて、 命を落としての色ごとであった打ち沈んだ陰気な懸命な命を捨ててする濡れごとであった下台は大狂寺昔暦といって今日の人々の記憶にはまだ新しい室町通りの大狂寺の女房お三が 手萌えもんと溥儀をして粟田口に軽視するまでの呪われた命懸けの恋の狂言であった藤十郎の芸にとってそこに新しい世界が開かれたがそれと同時に前代未聞の狂言に対する不安と少女とは 自信の強い彼の心にも気差さないわけにはいかなかった。藤十郎の心にそうした屈託があろうとは夢にも気づかない若太夫は芝居国の国王たる藤十郎の機嫌をいかにもして取り結ぼうと思ったらしく。この狂言に比べましては、 七三郎殿の浅間ヶ岳の狂言も、わらべたらしのように、曲物を見えまするわ。前代未聞の味噌顔の狂言とは、さすがに、門左衛門様のご主行じゃ。それにつけましても、 坂田様には、こうした変わった恋のお覚えもござりましょうなあ。はっはははは。と、時にとっての座教のように高々と笑った。今まで、押し黙っていた藤十郎の硬い唇がほころびたかと思うと、さようなこと、何のあ ってよいものかと、逃がれきって吐き出すように言った。藤十郎は生まれながらの色好みじゃが、まだ人の女房と年ろしたほぼえはござらぬわ。と、冷たい口調を漏らしながら付け加えた。若太夫は、 座教のつもりで言った束蒸れを真っ向から突き飛ばされて、強だめ顔に黙ってしまった。そばに座っていた霧浪千女は、一座がしらけるのを恐れたのであろう。鳥無し顔に微笑を含みながら、本に、坂田様の言われる通りじゃ。 この千寿とても主ある女房と年頃したことはないわいなあ、と言いながら女のように美しい口を覆うた。な藤十郎は前よりもひときわにがりきったままであった。彼は今心の内で わずか3日の後に迫った初日を控えて芸の苦心に簡単を砕いていたのである彼にとってそこにかなり危険な試金石が横たわっているあれ見よみそ顔の狂言とはなあばかりで愛も変わらぬ藤十郎じゃと言われては 自分の芸は永久に廃れるのだと、彼は心の内に覚悟の保存を固めていた。ただ、相手の形勢が人妻に変わったばかりで、昔ながらの藤十郎だとは、夢にも言わせてはならないと、心の内に思い定めていた。が、それかといって、藤十郎は、 自分で口に出して言った通り、道ならぬ恋をした覚えはさらさらなかったのである。もとより歌舞伎役者の常として、色子として舞台を踏んだ十二三の頃から、数多くのいろいろの式場生活を気にしている。四十を超えた今日までには、幾十人の女を知ったかわからない。 彼の姿絵を床の下に敷きながら焦がれ死んだ娘や彼に対する恋のかなわぬ悲しみから清水の舞台から身を投げた女さえないことはない。がこうした生活にもかかわらず天性利至儀な藤十郎は若い時から不義非道な色ごとには一種をだに染めることをしなかった。 そうした誘惑に接するごとに、彼は猛然としてこれと戦ってきている。彼が役者にも似合わず、東十郎殿は物語お人じゃ、と言われて芝居国の長者として周囲から尊敬されているのも、一つにはこうしたわけからでもあった。したがって、 彼は過去の経験から人妻を盗むような必死な空恐ろしい、それと同時に身を焼くように激しい恋に近い場合を色々と尋ねてみたが、彼のどの恋もどの恋も極めて正当な物柔らかな恋であって、冬の海のように恐ろしい恋や夏の太陽のような激しい恋の場合は、 どう考えても頭に浮かんでは来なかった。形成会のい殺なれば、どんなに微妙にでも演じうるという自信を持った藤十郎も、人妻との呪われた悪魔的な道ならぬしかし賢明な必死の恋を、舞台の上にどうし生かしてよいかは、 ほとほと思案の及ばぬところであった。これまでの歌舞伎狂言といえば、形成会のたわいもないたわむれか、でなければ、ものまねの道家に尽きていたために、こうしたみそ顔の狂言などに頼まれるような、前代の名優のしのこした方などは、みじんも残っていなかった。それかといって、 彼はこうした場合に打ち明けて知恵を狩るべき相談相手を持っていなかった。彼の萌えもんにお産を務める桐並千住は天性の美貌一つが彼の舞台のすべてであった。ただ藤十郎の指図のままに傀儡のごとく動くのが彼の演技の全てであったのだ。 藤十郎は自分自身の頭を絞るより他には工夫の仕方もなかったのである。藤十郎の不機嫌の背後にそうした根本的な屈託が潜んでいるとは気のつかない一座の人々は白け始めようとする主演の座をどうかして引き立てようと思ったのだろう。 五十に手の届きそうな道家方の老友は、傍らに座っていた二十歳を出たばかりの野郎を着た美しい若手方を促し立てながら、おどけた連れ舞を舞い始めた。藤十郎は、二人の舞を振り向きもしないで、日頃には似ず、大敗を重ねて夜どばかりしたたかに飲み干すと、 にわかに発してきたえいに座にはえたえられぬようにつと席を立ちながら河原に望んだ広い縁に出た河原の闇の底を流れる川水がほのかな光を放っているほかはみそかに近い夜の空は曇って星一つさえ見えなかった 声ばかり飛び交んているかのように闇の中に千鳥がちちっと泣きしきっていた歌舞伎の長者として王者のように誇りを持っていた藤十郎の心も毛合わせに負けた鳥のように衝撃ってしまっていた彼が座を立ったために 上からの圧迫の取れたように急に弾みかけた主演の席の騒がしいどよめきを後にしながら彼は知らず知らず静寂な場所を求めて勝手を知った宗性の部屋部屋を通り抜けながら奥の離れ座敷を志した母屋からは一段と 瓦の中に突き出ている離れ座敷には人の気配もなかったただほんのりとともっている絹あんどんの光のうちに美しい浄土などが春の夜にふさわしい生めいた静けさを保っていた藤十郎は人影の見えぬのを心のうちに喜んだ彼は 床の間に置いてあった教則を取り下ろすとそれに右の肘を持たせながら身を横ざまにのしたのであるが想像しい主演の席から身を逃れた喜びはすぐに消えてしまって芸の苦心が再びひしひしと胸に迫ってくる明日からは稽古が始まる。 肝心要の萌え物の生き方が決まらいでは、相手のおさんも、その他の人々も、どう動いてよいか、思案の使用もないことになる。おのが工夫がまず打っては、近松門座が心を砕いた前代未聞の狂言も、あたら京わらべの笑い草にならぬとも、 限らないこう思いながら藤十郎は胸の内に渦巻いているもどかしさを抑えながら一途に心をその方へ振り向けようと焦ったその時である母屋の方からトントンと離れ座敷をさしてくる人の足音が聞こえてきた。 せっかく騒がしい主席を逃れて求めた静かな場所で、芸の苦心を凝らそうと思っていた藤十郎は、自分の方へ近づいてくる人の足音を聞いて、心持ち前をしかめぬわけには行かなかった。が、近づいてくる足音の主は、ここに藤十郎がいようなどとは夢にも気づかないらしく、 足早に長い廊下を通り抜けて、この部屋に近づくままに、女性らしい気にずれの音をさせたかと思うと、会釈もなく部屋の障子を押し開いた。が、そこに横たわっていた藤十郎の姿を見ると、びっくりして敷居際に立ちすくんでしまった。あれ。 父様はここにおわしたのか。これはこれは、れはいかいそそう。と、言いながら、女はすぐ障子を閉ざして去ろうとしたが、また、立ち直って。本に、このように冷えるところでそうしてござって、お風邪などメスと悪い。どれ 私が夜のものをかけて死んぜましょう。と言いながら、部屋の片隅の押し入れから、ヤグを取り下ろそうとしている。藤十郎は、最初足音を聞いたとき、飯使いのものであろうと思ったので、彼は寝そべったまま、起き直ろうとはしなかった。が、 それが意外にも、胸聖の主人、胸山清兵の女房、おかじであると知ると、彼は起き上がって、ちょっと居住まいを正しながら。いいや、これは、いかいご造作じゃのう。と、会釈をした。おかじは、もう四十に近かったが、 宮川町の歌い目として若い頃に共鳴を歌われた面影がそっくりと白い細表の顔にありありと残っている。浅木沼の引き返しにオリビロードの帯を締め薄色の木の旅を履いた年間姿はまたなく縁に美しかった。藤十郎は 昔からお家事を知っている。若手方随一の美形と言われた藤十郎が美しいか、歌い目のお家事が美しいかという物争いは、二十年の昔には四条の茶屋に遊ぶ大臣たちの口にのったことさえある。その頃からの馴染みである。が、藤十郎は、 今までにおかじの姿を心に留めて見たこともない。ただ露房の花に対するような淡々たる一別を与えていたにすぎなかった。が今宵はこの人妻の姿が言い知れぬ魅力を持ってぐんぐんと彼の目の中に迫ってくるのを覚えた。 みそかおという彼にとってはいまだ踏んでみたことのない恋の領域のことを、この四五日一心に思い詰めていたためだろう。今まではあまり彼の念頭になかった人妻という女性の特別な種類が、彼の心に不思議な魅力を持ち始めて、今おかじの姿となってぐんぐん迫ってくるように覚えた。 藤十郎のお家事を見つめる瞳が異常な興奮で燃え始めたのは無論である。人妻であるという道徳的なしがらみが取り払われて、その古木が帰って彼の欲情を培う滝木として遠ぜられたようである。彼は、 娘や御家や歌い目や遊女などに会いたいした時にはかつふつ抱いたことのないような不思議な物狂わしい情熱が彼の心と体とをふつふつと燃やし始めたのである藤十郎の心にそうした物狂わしい標風が起こっていようとは 夢にも気づかないらしいおかじは、押し入れから白の目のよぎを取り出すと、藤十郎の背後に回りながら、ふうわりと着せかけた。白鳥の胸毛か何かのように、暖かい柔らかいよぎの感触を体一面に味わったとき、 藤十郎のお火事に対する異常な興奮は危うく爆発しようとした。が、彼の律儀な人格は、とっさに彼の欲情の盲導をきっぱりと制し得たのである。藤十郎は、宗山清兵衛のことを考えた。また、 定粛という噂の高いおか事のことを考えたそして自分が今まで色事をしながらも正しい道を踏み外さなかったという自分自身の誇りを考えた彼のおかじに対して抱いた嵐のような激動はたちまちなぎ始めたのであるお家事は いつものとおりのおかじであった彼女はよぎを着せてしまうと「さあおやすみなされます。あちらへ行ったら女どもに水など運ばせましょうわいなあ」と愛想笑いを残して足早に部屋を出ようとしたその刹那である藤十郎の心にある 悪魔的な思いつきがムラムラと湧いてきた。それは恋ではなかった。それは激しい欲情ではなかった。それは恐ろしいほど冷たい理性の思いつきであった。恋の場合にはかなり臆病であった藤十郎は、 あたかも別人のように、戦国の興奮はまるきりうそであったかのように冷静に。おかじ殿、ちっと待たせられい、と呼び止めた。なんぞほかに御用があってか。と、おかじは無邪気に振り返った。 そり落とした眉毛の跡が青々と浮かんで見える色白の美顔は絹あんどんのほかげを浴びてほんのりとなまめかしかった。ちと魚医を得たいことがあるほどに座ってたもらぬか。こう言いながら藤十郎は心持ち女の方へ膝を進ませた。 おかじは藤十郎の意気込み方に少し不安を感じたのであろう藤十郎にはあまり近寄らないでそこに置いてある絹あんどんの影にうずくまるように座った「改まって何の用ぞいのおほ,ほほほ」と何気なく笑いながらも ややおもはゆげに藤十郎の顔を打ちあおいだ。藤十郎の小姉は今までとは打って変わって低いけれどもしかしながら力強い響きを持っていた。おかじ殿、別技ではござらぬが、この藤十郎はそなたに二十年来隠していたことがある。 それを今宵は是非にも聞いてもらいたいのじゃ。思い出せば古いことじゃが、そなたが十六で我らが二十歳の秋じゃったが、祇園祭りの折に河原の掛け小屋で二人一緒に連れまいをもうたことを、よもや忘れはしやるまいな。 我らがそなたを見たのはあの時が初めてじゃ。宮川町の御家事殿といえばいかに美しい若尾山でも足元にも及ぶまいと。かねがね人のうわさに聞いていたがそなたの美しさがようもあれほどであろうとは。 夢にも思い及ばなかったのじゃ。とこう言いながら、藤十郎はその大きい目を半眼に閉じながら、美しかった青春の夢をうっとりと覆っているような目つきをするのであった。その時からじゃ、そなたを。 世にもまれな美しい人じゃと思いそめたのはと藤十郎はおかじの方へもろ膝を進ませながら必死の色を瞳に浮かべてこう言い切った藤十郎に呼び止められた時からある不安な期待に胸をとどろかせていたおかじは最初は この美しい男の口から自分たちの華やかな青春の日の思い出話を聞かされて見せられたようにほのぼのと2つの方を薄切れないに染めていたが相手の言葉が急な展開を示してからはその顔の色は刹那に青ざめてうずくまっている華奢しゃな体はわなわなとおののき始めていた。 藤十郎は恋をする男とはどうしても受け取れぬほどの澄んだ冷たい目つきで顔さえもたげへの女を差し通すほどに鋭く見つめていながら声だけには激しい熱情に震えているような響きを持たせてそなたを見初めた当座は おりがあらばいいよろうと、死じゅう念じてはいたものの、若主方の身は親方のおきてがきびしゅうて、すんじも心にはまかせぬからだじゃ。ただ心は焼くように思いこがれても、しょせんはおりを待つよりほかはないと、あきらめているうちに、 二十歳の声を聞くや聞かずに、そなたは、清兵衛殿の思われ人となってしまわれた。その折の、我らが無念は、今思い出しても、この胸が張り裂くるようでおじゃるわ。こう言いながら、藤十郎は、 さにも得たえぬような巧みな身もだいをしてみせたがそうした恋を語りながらも彼の2つの瞳だけは相変わらず乱んたる冷たい光を放って女の息遣いから様子までを恐ろしきまでに見つめているおかじの顔の色は 彼女の心の恐ろしい激動をさながらに映し出していた。一旦青ざめきってしまった色が、反動的にだんだん薄赤くなるとともに、その二つの目には熱病患者に見るようなすぐにも火がつきそうな凄まじい色をたたえ始めた。 人妻になったそなたを恋しとうのは人間のすることではないと。<laughs> 心できつう正当しても止まらぬは凡夫の思いじゃ。そなたの噂を聞くにつけ、面影を見るにつけ、二十年のその間、そなたのことを忘れた日は ただ一日もおじゃらぬわ。彼は一期一号に一句一句に巧みな今までの彼の舞台上の全ての演技にも打ち勝ったほどの仕打ちを見せながらしかも 人妻をかきくどく恐れと不安とを交えながら小鳥のようにすくんでいる女の方へ詰め寄せるのであった。がこの藤十郎も人妻に恋を仕掛けるようなひどうなことはなすまじいと明け暮れ燃え盛る心をじっ 抑えてきたのじゃが、我らも今年四十五じゃ、人間の常病はもう近い。これほどの恋を、二十年来忍びに忍んだこれほどの思いを、この世で一言も打ち明けで、いつの世誰にか語るべきと。 思うにつけても物ぐるし週なるまでに心が乱れ申して格のありさまじゃ。のおかじ殿藤十郎を哀れとおぼしめさまたった一言情けある言葉を。 なあと藤十郎は狂うばかり身もだれしながら女の近くへ身をすり寄せているただ恋に狂うているはずの彼の瞳ばかりは刃のように澄み切っていたあまりの激動に耐えかねたのであろうおかじは。 はっと泣き伏してしまった恐ろしい魔女がその魅力の犠牲者を見つめるように藤十郎は泣き伏したおかじをじっと見つめていた。 彼の唇の辺にはすさまじいほどの冷たい表情が浮かんでいた。が、それにもかかわらず、声と動作とは恋に狂うた男にふさわしい熱情を持っている。のう、おかじどの、そなたは、 この藤十郎の恋を哀れとはおぼさぬか。二十年来耐え忍んできた恋を哀れとはおぼさぬか。さても、きついお人じゃのう。こう言いながら藤十郎は、 相手の返事を待った。が女はよよとすすり泣いているばかりであった。火をしたってきた千鳥だろう。忍のハサミを使うような澄んだ声が背音にも紛れず手に取るように聞こえてくる。 女も藤十郎も押し黙ったまましばらくは時が移った。藤十郎の切ない恋を連れなくするとは、さても気強いお人じゃのう。 舞台の上の色ごとでは日本無双の藤十郎もそなたにかかってはたわいものを振られ申したわ」と藤十郎は寂しげな苦笑を漏らした。と今まで泣き伏していた女はふと 表を上げた「父様今おっしちゃったことは皆本心かいな」女の声は消えるようであったその唇がかすかに痙攣した何の天皇を言うてなるものか。 人妻に言いよるからは命を投げ出しての恋じゃ。と言うかと思うと、藤十郎の顔もさっと蒼白に返じてしまった。浮き腰になっている彼の膝がかすかに震いを帯び始めた。必死の覚悟を定めたらしいおかじは火のような瞳で男の顔を一目見ると、いきなり傍らの絹アンドンの火をふっと吹き消してしまった。 恐ろしい沈黙がそこにあったお火事は体中の毛髪がことごとく逆立つような恐ろしさと体中の血潮がことごとく湧き立つような情熱とで男の近寄るのを待っていたなっ 男の苦しそうな息遣いが聞こえるばかりで、相手は身動きもしないようであった。おかじも憎んだまま、体をわなわなと震わせているばかりであった。突如、藤十郎の立ち上がる気配がした。おかじは今こそと覚悟を決めていた。 な男はおか事の傍らを影のようにすり抜けると赤いのない闇を手探りに廊下へ出たかと思うと母屋のほかげを目当てに獣のように足早く走り去ってしまったのである闇の中に取り残されたおか事は 人間の女性が受けた最も皮肉な残酷な恥ずかしめを受けて闇の中に石のように突っ立っていったいたずらとしては命取りのいたずらであった侮辱としては この世に二つとはあるまじい侮辱であった。が、おかじは、藤十郎からこれほどのいたずらや侮辱を送るいわれを、どうしても考え出せないのに苦しんだ。それとともに、この恐ろしい誘惑のために、自分の三竿を捨てようとした、否ほとんど捨ててしまった罪の恐ろしさに、 彼女は腹ばたをずたずたに切られるようであった。主演の席に帰った藤十郎は人間の顔とは思えないほどのすさまじい顔をしていた。が彼は。 勧められるままに大敗を五つ六つばかり飲み干すとちばしった眼に並み千住の方を向きながら「千住殿半度召され」「藤十郎この度の狂言の工夫がことごとくなり申したわ」。 言いながら声高に笑ってみせたがその声は地獄の亡者の笑い声のようにしわがれた空っぽな君の悪い声であった弥生1日からマンダユー座では いよいよ近松門座が書き下ろしの狂言の蓋が開かれた。藤十郎の萌えんと霧波千住のおさんとの味噌顔の狂言は恐ろしきまでに真に迫って落中落外の評判釜びそしく正月から打ち続けて勝ち誇っていた山下座の中村七三郎の評判も月の前の蛍火,火のように 見る影もなく消されてしまった。が、この興行の評判につれて、京わらべの口にこうした相話が伝えられた。それは、東十郎殿は、この度の狂言の工夫には、ある茶屋の女房に座って恋を仕掛け、 女がなびいて火を吹き消すとき、急いで逃れたとのことじゃが、さすがは三国一の名人の心がけだけある、という噂であった。偽りにもせよ、藤十郎殿から恋を仕掛けられた女房も三国一の家宝者じゃ。 と生めいた今日の女たちはこう言い添えたこうしたうわさまでがいやが右辺にこの狂言の人気をそそった来る日も来る日も潮のような見物が明け方から萬田遊佐の周囲に渦を巻いていた弥生の半ばであったろう ある朝、マンダユ遊座の道具方が、楽屋の片隅の梁に、くびれて死んだ中年の女を見出した。それは、紛れもなく、胸聖の女房、おかじであった。おかじは、胸聖とは八月の万ユ遊座に忍び入って、そこを、 最後の死に場所と決めたのである。その死因についても、京わらべはいろいろに口差がない噂を立てた。が、誰も、藤十郎の偽りの恋の相手が、低粛の聞こえ高いお家事だとは思いも及ばなかった。ただ、 お火事の死を聞いた藤十郎は雷に打たれたように色を変えた。が、彼は心の内で、藤十郎の芸能ためには、一人や二人の女の命は、と、幾度も力強く繰り返した。 が、そう繰り返して見たものの彼の心にできた目に見えぬ深手は折に触れ時に触れ彼をさいなまずにはいなかったおかじが楽屋でくびれたことまでが萬田ーザーの人気を培ったおかじが死んで以来 東重郎の萌もえ物もの芸はいよいよ冴えていった。彼の瞳は人妻を奪う罪深い男の苦悩をありありと刻んでいた。彼がおさんと暗闇で手を引き合うとき、みそ顔の恐怖と不安と罪の恐ろしさとが体いっぱいに溢れていた。 そこには藤十郎が萌えもんか萌えもんが藤十郎か何の差別もないようであった。おそらく藤十郎自身人の女房に言い寄る恐ろしさを肝に銘じていたためであろう。